はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです。自立の旅、西荻フレンドリースクールの合宿です。では、西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょうど一昨日帰ってきたんですけど、今年は8月の2日から2、3、4、5、5日までですね、3泊4日の旅を、山梨県北杜市の清里で行いました。はい、で、ですね、フレンドリースクールの合宿は、幼児だけじゃなくて、卒業生のね、小学生もお手伝いで来てくれたということで、非常に盛り上がりましたね。盛り上がるというか非常に充実した4日間でしたね。そうですね。かれこれ何回ぐらいになりますかね、もう合宿を始めて。そうですね。これまで清里の他に埼玉県の長瀞や、あと軽井沢も行きましたね。そうですね。それも含めるともう7回目ぐらいになるかもしれません。そうですね。なんか毎年毎年と思いながら、今年はうまくいくかなと思っていつも出かけていくんですけれども、はい、このとこ 3,4 年清里ですよね。そうですね。やっぱり小回りが利くしね、いろいろその自然体験ができる場所がたくさんあるので、とてもやりやすいなということでね、続けてますね。そうなんです。で、実はフレンドリースクールの合宿って、なんか合宿って聞くとなんかとてもね勉強ばっかりしてるんじゃないかとか、そういうイメージっていうのがすごくあると思うんですけれども、はい、西荻フレンドリースクールの合宿っていうのは勉強時間はもちろんあるんですけれども、行動スケジュールも合ってないようなものというか、一応作るんですけどね。そうですね。なんかなんていうの、着いた次の日の昼が本当は大きなところでのビュッフェでバイキングに行く予定になってたんですけれども、なんかちょこちょこっとね話をした結果、それは3日目にしてやっぱり次の日はいつも行くイタリアに行こうということになって、そういうふうに行動が合ってないスケジュールがね合ってないようなところもとても子供を縛りつけない自由なものなのかなっていうふうに思います。はい、で子供たちに何が楽しかったかって聞くと、朝夕のね宿舎のご飯はとっても楽しかったみたいなんです。でまず朝はビュッフェなので、本当にみんな好きなものを取ったりするんですけれども、決してみんな取りすぎないんですよね。そうなんですよね。はい、もう自分でちゃんとトングを持って自分で入れたりするんですね。はい、でじゃあ夕飯はどうするかっていうと、なかなか素晴らしいもんで、完食をするっていうことをみんなで目指すんですね。はい、だから食べきるという。じゃあそれにはどうするかっていうと、まず配られたものに対してもうまずその自分が食べられないもの、絶対これはいらないっていうものをいる人のところに分けて歩くという、はい、そういう作業を結構最初にするんですよね。5分10分かけてね。そう、エビフライはちょっと無理とかね、これは無理とかグレープフルーツは無理とか言いながら、それをみんなで分けていくという。だからちょっとなかなか信じられないんですけれども、もう皆さん完食ですね。綺麗なお皿でお返ししますね。そうです。で、幼児も、こんなに山盛りになったご飯本当に食べるのかしらって何でも聞くんですけれども、年長の子に、絶対食べられるって言っているうちに、そうですね、1時間以上ちょっとかかることもあるんですけど、みんなでのんびりと、その子たちの食べるのを待ちながらみんなで話をしたりすると、大体そうですね、その子のご飯がどんどん減っていって、でこのシュークリームは食べるのって言うと、デザートは後から食べると言って、結局全部年長も完食をしてるっていう感じなんですね。今年は1回あたり70分ぐらいは平均でかかってましたけど、そうですね、ちゃんと食べてましたね。それでやっぱり大きい会場に、はい、2日目ってすごく有名なとこなんですけれども、すごい大きなところのビュッフェに行ったんですけども、やっぱりさすがに3日目ぐらいになると、もう周りの人には迷惑をかけないとか、自分の食べたいものを食べられるだけ取るっていう、そういうことがちゃんとできるようになるっていうことですね。意外と親と一緒に行くと「はい、あなたこれね、あなたこれね」って言うけれども、私たちはそれはそういう規制はしないので、自分の判断で、ね、そう自分の判断で、まあマシュマロにチョコレートつけて。ね、こんな食べんのっていうぐらい、そう結構みんな好きなように食べていました。はい、そう美味しいも食べたいもの好きなだけ食べてましたね。そうですね。みんなすごい満足そうにして。はい。でやっぱり初日に、はい、花の森公園っていうね、そうですね。毎年農園みたいなところですね。なんですけれども、まあそこで収穫体験みたいなことをして、はい、みんなでピザを作るんですね。でもしっかりとその職員さんの説明を聞きながら、トウモロコシはどこを切るかとか、ミニトマトは1人何個収穫するとかっていうことをちゃんとお話を聞いて、みんなそれぞれに収穫してました。はい、で何がいいってその後にピザを作ってる間に、はい、そこの職員さんが収穫したトマトを洗って、それで冷やしてくれるんですね。美味しかったです。それもっとびっくりしたのはきゅうりもその中に入ってお味噌つけて食べるんですけれど、まあ子どもたちがきゅうりが美味しい、きゅうりが美味しい、みずみずしくて、でも本当にそれも全部完食しましたね。ちょっと信じられない量あったんだけど、なくなっちゃいましたね。それでトウモロコシを収穫したトウモロコシを茹でていただいたんですけど、はい、まあ皆さん喜んで、もう本当に甘さが違うという。ちょっと糖度が高くてね。もう本当に私もたくさん食べました。はい、でもみんなの作ったピザを食べたりしたんですね。自分で作ったピザだからもう美味しい美味しい食べてましたね。そうですね。でうちのまた難題イベントじゃないんですけれども、はい、ちょっとしたところにイタリアンレストランがあって、でそこでいつもピザを食べるんですよ。今度は作っていただいたピザを食べるんですけど、そこのいいところっていうのはそこにうさぎ小屋があったり、はい、馬がいたりヤギがいたりして。で200円かなんかで餌を買うんですけど、はい、まあみんなそれ持ってうさぎ小屋でうさぎにあげたり、馬にあげたりしながら生き物と触れ合うっていうことを体験しました。でそこがまた面白いんですけれども、はい、そのレストランのところにまあそんなに綺麗とは言えないんですけれども、ちょっとした公園があるんですよね。さやかな広場みたいなのがあってね。そうなんです。でそこにいいのがまず鉄棒があるんですよね。はい、でみんなでその鉄棒ぶら下がったりとか、そして一番珍しいのがシーソーがあるんです。今あんまりないんですよ。公園とか。で綺麗じゃないんですけど、その真ん中から2人乗れる、はい、こっち反対側にも2人乗れる。初めてみんなシーソーで実際にどうしたら釣り合うか、ちょっと前に行ってみたらとか。じゃあ誰々ちゃんじゃなくて誰々ちゃん乗ってみたらとかっていう、初めて本物のシーソーを使ってね、釣り合いっていうことをこう肌で勉強するっていう。釣り合った時感動するんですよね。そうなんです、なんかみんなそれでそこの宿舎で今年はとてもラッキーで、はい、天体観測ができるんです。これがまたすごいんですよ。それで今回は木星を先に見せてもらったんですね。はい、で私もそれを見えて、木星のこの島まで見たんですよ。はい、でもそこからが面白いんです。同じ天体望遠鏡から今度は土星を見るんですよ。でみんな土星があって、その周りに輪があるっていう、なかなかそんなの見えないんですけれども、はい、その宿舎の清里のね、なんていうところでしたっけ。止まったところ、羽村市の自然球カメラというところですね。そうなんですよ。すごい天体望遠鏡があって、そのおじさんが今からね、土星がどこにあるか探すんです。それで探してそこへ望遠鏡を合わせるらしいんですけれども、はい、その探すのがこう緯度やら経度やらをこうね、自分で入力してね。 それをうちの年長さんのある子供もじーっと見てて、どうやって土星というものを探すんだろうっていうすごく興味深げに見てたんですね。それでやっと見つかって、そこに天体望遠鏡を合わせて、でそのじーっと見つけたのを見てた子供がそのはしごを登って、見たんじゃないんですか、土星を。そうしたところがもう歓声を上げて、わあ綺麗、周りも見えたって言って、もうなんか何とも言えない、本当に嬉しそうなね、声を上げて、ああ子どもたちって感動したんだなっていう、そういうやっぱり勉強だけじゃなくて、で私もその土星を見せていただいて、もう本当に確かに周りの輪が、ね、リングがちゃんとついてありますよね。リングが綺麗に見えて、あと肉眼で天の川も見えましたね。そうですね、だからそういうなんていうのかな、知識として土星を見るとか、知識として何かを見るんじゃなくて、その見た時のその感動っていうものがとても大切なんだなって思いました。本当今回は特にそれを感じることができましたね。子どもたちのビビッドな反応というかね、そうなんです。でそれでいて、じゃあ何もしないで帰ってきたかっていうとそういうことじゃなくて、これは夏期講習の2期分にあたるので、2冊の問題集約32ページあったので64、でも表裏やることもあったので約70、2日間で70枚、かなりボリュームありますよね。70ページをやり終えてきたという、それも一人一人にが自分で問題を聞きに行って、それで先生から直接問題を聞いてから席に戻って回答するっていうやり方なので、やっぱり自分で聞きに行くというその自立だったり、それから必ずなぜ迷子にならないかっていうとペアを決めてるので、移動の時とかね、それから年長に人数確認係っていうのも決めてるので、もうすぐにペアとか言ったらもう必ずパパパパッとペアになるから、誰がいないってことがすぐ分かるんですよね。だそういう意味のこの自分で考えて行動するっていうことがとても求められてる合宿だったんじゃないかなと思うんですね。でやっぱり何が面白いかっていうと、お土産が幼児であろうが小学校であろうが、お土産を自分のお財布からお金を出すという、だからそれを誰々ちゃんに、自分の妹にはこれ、お母さんにはこれ、お父さんにはこれとか、おばあちゃんにはこれっていう、そういうこう自分でこうお金を管理し、自分でその人のためを思ってお土産を買っていくっていう、何気ない事実ですけれども、その家族で出かけるとそういうことってないですよね、なかなか。だからそういうね、初めての子供からもらったお土産をもらった親の気持ちってどんななのかなって私はいつも思うんですけれども。みんな一生懸命考えてますよね、これはママにしてあげようとか。そう、だからその最初はなんかあまり生き生きしてない子どもたちがこう自立していくっていう、本当にそういう4日間の合宿かなっていう。で小学生は小学生でちゃんとリーダーシップをとって、今回は6年生の子がもう先頭に立って、その下に3年生、一番難しいと言われている3年生の子たちが2人いてで本当にその子たちがまとめてくれましたね。まとめてくれて、その一番上のトップの6年生がそれを把握するみたいな、すごく3泊4日だったんですけれども、私たちもすごい楽しかったんですよね、なんか。そうですね、今年はなんか、なんだろうとてもなんかね、和やかに4日間過ごすことができましたね。たくさん起こるようなこともなかったし。そうなんです、だからもう子どもたちはみんな口々に、なんか楽しい楽しいって言ってもらったのでね、とても家が寂しくなるなんて、そういう家のことを言ってる子一人も出なくて、そう、もう最終日にはなんかもうこうみんなでまた別れちゃうのが悲しいなっていうふうにみんな思っていました。だから合宿に参加した子どもたち、年長は年長で本当に親から自立して自分で行動ができるようになったし、今度小学生は小学生でやっぱりリーダーシップを取るという、ちょっとお兄さんになったりね。そうですね、これからの社会で大切なそのリーダーシップっていうものを、小学生は取ることができてね、とっても良い合宿だったと私は思いました。そうですね、やっぱり収穫がたくさんありましたね、今回は。そうですね、温泉まで行きますからね、なんかもう。まあ取り上げたらもうキリがないぐらいいろいろやりましたからね。キャンプファイヤーもやりましたしね。やっぱりパノラマ温泉って言って、ね、本当に星がよく見えて、でもなんか外のこう露天風呂なんてなかなかね、うん、出ていけないけど、すごく露天風呂が広くて、うん、ぬるくてね、ぬるくてみんなもう楽しくかといって全く人に迷惑をかけないような、うん、そういう行動も取れるという、うん、本当に充実した合宿だったと思います、はい。来年もまたね、そうですね、多分清里になると思うので、なると思うんですけど、本当遊ぶところも多いし、子供がとてもね楽しめる場所なので、自然のアクティビティが多いのがいいですね。商業的じゃないというかね。そうですね、うん、だからまた来年もそこにお世話になって、はい、やりたいなと思ってます。そうですね、だから今年中さんの方はね、ぜひご検討いただければ、来年はね今年勉強頑張ったお兄さんお姉さんたちと一緒にまた合宿行くことができると思いますのでね、うん、今の時期からぜひ体験とかも来ていただければ嬉しいです。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで今回は、3日前ですねに行われた合宿のお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは現在年長さん向けの講座ですね、小学校受験総合対策講座というものを行っております。10月10日秋までの募集ですが、こちら定員になり次第締め切りとさせていただきます。あと1名ですね。はい、月間、4回の授業をベースで取っていただけると、オプションでお預かり授業や絵画工作クラス、願書対策、面接対策などを受けることができますよという内容になっております。家庭学習されている方、外部の教室に通われている方、受験まで悔いを残さず、あともう少し頑張りたい、そんな方に向けた講座です。そうですね。この子、年長の今お預かり勉強もそうなんですけれども、はい、もう7日から10日まで、それから日月はちょっと連休なので休みで、はい、そこから以降は土日は休みにして家庭の時間にしてるので、月から金まではもうこの8月はもうバッチリやりますので、はい、密度濃いですからね、いつでも参加できます、はい、お待ちしております、はい、お待ちしております、はい。またメールマガジンも配信しております。セミナーの選考情報だけじゃなくて、いろいろとこれからね、受験のお役立ち情報とかもどんどん配信していこうと思っておりますので、よろしければぜひご登録ください。無料です。はい、子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に実施をしております。子育てに関するお困りごと、また小学校受験も間もなく、目前に迫ってきましたが、何か疑問に思うことがありましたらぜひご利用ください。遅い時間でも対応しております。体験授業も受付しております。年長もさんも滑り込みセーフいけるかもしれません。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。あとね、今お話聞いた方は、年中さん年少さんの方は今参加すれば必ず漏れなく合宿のね、参加権利もつけてきますので、はい、ぜひご検討ください。はい、はい。お問い合わせ先です。03-3390-0750 番です。メールアドレスは info@friendly-school.com です。はい、教室では引き続き小学校受験のこと、幼稚園受験のこと、また子どもの子育てについて、また海外での教育についてなどなどいろいろとお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では本日もありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。